ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。疲れてるのですぐ終わりそうな商品を開封し検証したいと思います。ジェクサアクアリスタの砂利です。アクアテーラーズで1キロ880円でした。小分けして売っていたので購入しました。すでに洗浄済みです。砂というより砂利ですね。明るめの砂利600上がります。600。水2リットル勢いよく入れます。水道水2リットルです。この状態で1日様子を見ます。翌日でございます。まずは水道水の TDS。 42ppm です。ペールブラウンも 42ppm です。酷評しようと思ったらまさかの TDS が同じという結果なんですけど、水が濁ったままです。水を透明する力が弱い。黒い容器に 600g 入れて計量したら、黒い容器の底の方にものすごい細かい粒子がたくさん残ってたんですよ。見た目はすごくいいんだけど、結構とんがったものが多い。とんがったもの同士がぶつかることで細かい粒子が出て水が濁るという、低層魚にも向かないと思います。摩擦に強くした方がいいと思う。見た目はかっこいいんですが実用的ではないと思います。 pH と GH 試薬高いのでこの辺にします。ご視聴ありがとうございました。バイ。